中日柳、防御率 3.20 3勝7敗。ちょっとおかしいだろ。1失点に収めないと勝てないだろ。今年打てで、しかも名古屋ドームで 3.20 って実質 4.00 くらいやろ。甘えだわ。言ってバンドの打て考えたら防御率ほどの成績ではないしな。ワクワクさんも大概や。自分で打たないんだから抑えるのは当然だよね。なほど補正があるにしても、全般的に先発勢には酷な1年やわ。今日だって初回ノーアウト1、2塁で点が入っとれば違ってたやろな。中日の1試合平均得点は3ラインやぞ。つまり防御率3点超えで勝ちが3つもついているのは上振れや。7月は点取ってるから言い訳できない。初回の失点率は異常。成長しない。わくい、まだまだやな。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。